入られます。あいつ、昨日の CM 開けます。7、6、5秒前、4、3。さて、続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。どうも。明智くん、ごめんね、忙しいところ。しかしすごいね、人気。僕も驚いてます。ちょっと恥ずかしいですけど。何でも探偵として今気になっている事件があるとか。そうですね、マダラメ画伯のスキャンダルでしょうか。出た、怪盗騒動ね。何がどうってわけじゃないのに鼻につくよな。キャンキャン言われてるから。正義の怪盗、どう思う？それだけでこんなに鼻につかんと思うんだけど。本当に正義のヒーローならいてほしいですよ。夢があるし。へえ、頭から否定じゃないんだ。これでも僕、サンタクロースとか実在したらいいのにって未だに時々考えますから。まあ本当の本当に実在したら住居侵入で逮捕ですけど。これが面白くないからか。でももし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。マダラメ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。一番遠いとは思うけど、人の心を無理やりねじ曲げるなんて、死刑がダメなのはまあ分かるよな。人間が一番やっちゃいけないことですよ。なるほど、確かにね。自分から怪盗なんて名乗る連中だもんね。相変わらずすごいね。カリスマっていうか、なんか話に聞き入っちゃうよね。これで怪盗が本当は実在してなかったらお恥ずかしいですね。その時は顛末を高校生活最後の自由研究にでもまとめたいと思います。では明智くんと同世代の高校生たちにも怪盗について聞いてみましょう。まずは怪盗は実在すると思う方、お手元のスイッチをどうぞ。実在するに決まってんだろ。3割ちょっとくらいかな。明智くん、どう？意外と多いですね。ちょっと驚きました。みんなは怪盗の行いについてどう思ってるのかな。公の場で本心を言うだけ。それではこちらの学生さんに聞いてみましょうか。いいんだけどな。もし仮に怪盗がいるとして、彼らのことをどう思いますか？まあこの三択がな、どれもこれもだもんな。そうきますか。怪盗は法で裁かれるべきだと主張した明智君とは反対の意見だね。ええ、ここまではっきりと回答を肯定するのは興味深い。じゃあ彼にもう一つ聞いてみたいことがあるんですが、もし君の身近な人、ある日突然彼らが心を変えられたらどうする？まともに答えんとこ嫌いだからこっちに投げ返すのか。僕は実は彼らの行いの、ん？どういうことかな。対話したくねえんだよな、こいつと。人の心をどうやって変えたのかってことです。心を操作する、そんな力があるなら自白だけに使われるとは限らないですよ。もしかしたら僕らが普通の犯罪だと。確かにその通りだ。いや、誤解しないでください。もしもそんな力を使える輩がいれば、そういう過程の話です。でも決して無視はできない。僕らの暮らしに対する脅威に他なりません。実はもう警察とも足並みを揃えていくつもりで動いてるんですけどね。あいつの言ってることちょっとそうかもって思っちゃった。俺らが悪党みたいな言い方しやがって気に食わねえ。でも警察って
マジ？言わせておけばいいさ。正義かどうかは自分たちが決めることだ。猫捕まらんけどな。てか悪い、ちょっとトイレ、すぐ戻っからここで待っててくれ。もう私先に行ってるからね。あ、君はさっきの会えてよかった。こいつとのコップあげないかんのだらいな。やっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは起こらない。ごめんごめん、君との議論がとても有意義だったってこと。あんなにはっきりと意見をぶつけてくれる人、僕の周りにはあまりいなくてね。大人たちは若者を利用するばかり、同年代は流されるまま肯定するだけ。無責任な人々のあまりに多い時代だ。君が回答を望むのもわかるよ。こいつが女の子だったらもうちょっと楽しくできたかな。回答は君の思う通り、本当に善意の存在なのかもしれない。特別な力を持った彼らは今きっと女の子プレイヤーならもうちょっと楽しめるんだろうか。でもその正義はいわば万能感の裏返しだから、もし彼らを追い詰める強力な存在が現れたら、その時はあっけなく逃げ出すと思うよ。もうそんなに意見を言うんじゃないよ。そうですかぐらいで終わらしときたい。そうだね、そうですね、はい。でもええと思うけど、いや、よかったら今後も話を聞かせてくれない？全然仲良くなりたくないけど。嬉しいよ。君からは他の人と違う何かを感じるし、探偵の勘ってやつなんてね。左手で握手したな。左利きの人って左手握手の時出すもんなんかね。よくも今日まで警察の包囲網をかいくぐってこれたものよ。右利きが多いから右手出すんじゃないと思うんだけど。警察関係者の誰かと通じていたのかしら。一体どういうこと？我は何ちぎりはすぬ我正義。よし、そうだ、連絡先の交換しとこう。嫌だな、嘘を教えたいというか教えたくない。それじゃあ近いうちにまたね。拒絶の意思をはっきり伝えるべきだよな。あの洞察力油断ならねえぜ。けどあいつから学べるものは多そうだ。もし誘いが来たら付き合ってみるよ。悪い悪いって今の明智か。すかしたつらしやがって。一緒の空気吸うだけで気分最悪だぜ。さっさと行こうぜ。あの明智って探偵は下手に近づくのは危険だが、うまく使えば逆に役立つかもな。三島はいいよ。なんでアンケートって回答ちゃん。
さて、そしたら、あ、金曜日だ。いけるかな。ちょっと普通の金曜日ではなかったけど。はーい。おい。深まりそうにないか。けどゴリゴリ開けるぜ。やっと上がるな。ご利用ありがとうございました。いやよね、怪盗だなんて。ちゃんだからって電車で喋ってるやつそうそうおらんよな。すごすぎ。誰が言ってんの。でも昨日の探偵ムカつくぜ。声がでけんだよ、リュウジは。だったらてめえは助けられんのかよ。誰かが助けてやれんだったら。あんた声でかすぎ。三島にこの前聞かれてただろ。どうせみんな似たような話してんだから。逆にコソコソしてる方が怪しいだろ。こいつ本当ダメだな。てかさっきから一人でポリ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 食いやがって。ちょっとよこせそれ。ごめん、今のでラスト。のんきすぎるぜ警察。本当なのかな。このまま続けて大丈夫だよね。警察怖くて怪盗やってられっかよ。こいつは本当にダメだな。けどパレスに変な奴がいたり、よくわかんないこと多くない。場所を変えろ。楽しそうだったから羨ましくて。また取り調べ？つか俺たち何も知らねえし。どうして取り調べだって思ったの？もしかして何か隠してる？困ってることがあるなら相談に乗るけど。まこっちゃんにレス場で負けるとは思えん。けどそりゃそうか。生徒会長なんて面倒な仕事。そうじゃなきゃやってらんないよね。あんちゃんで勝てるしな。何それ。生徒会長のあんたならさ、鴨志田のこと知ってたんじゃない。そんなわけないじゃない。だって先生あの日までは本当にいい先生で。漏れてたけどな。まあでも生徒会長って先生たちの味方だもんね。じゃああなたこそ友達として何をしたの。私よりよっぽどあの子の近くにいて何をしてあげたの。強かったですば。何もできなかったよ。私一人じゃ何もできなかった。大きい声出さないで。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。誰かさんよりよっぽど頼りになるし。授業ちゃんと出なさいね。サバってるとこ見つけてから言え。さっきのあれ取り消すよ。続けて大丈夫かなって言ったこと悔しいよ。このままで終わるなんてさ。当たり前だ。そろそろ次の大物見つけねえと。声がでけんだよこいつは。私だって今のまこっちゃんは後ろめたさがあるからな。すごい勢いでレスが増えてるな。目的も手段も不明な犯罪集団。正義を語って好き放題する連中か。明智のせいか。手口知らんのにな。テレビの影響すげえ。
否定するのは勝手だが、影響だけされてケチがつくのもな。信じてくれる人、せっかく増え出したのに。また大物やりゃ済む話だろ。で、次の大物の目星は？まだ見つかってねえ。というか、ユウスケのあの荷物が今日自由時間なしか。つうか、お前何そのでけえバッグ。ああ、寮を出た。不潔な上に騒がしすぎる。あそこで芸術は生まれない。いや、どうすんだよ。あのあばら屋も嫌なんだろ。これから高牧さんの、いや、アンの家に手土産も用意した。ご両親のお口に合うといいが。は？ダメに決まってんでしょ。バカな。お前がな。手持ちの全財産をはたいた和菓子が。そこじゃねえから。ちょっと昼飯とかどうしてんの。どうすんのよ。せめえから無理だって。それに親も絶対許すわけねえし。ユウスケは大事な戦力だしな。我が輩が一肌脱ごうじゃねえか。無理だけどな。よし、うちに来い。汚いところだが寝る場所はあるぞ。宗次郎説得するの、モルガナじゃ無理だよ。お前が言うな。喫茶店だっけ？前から気になってたんだ。そうや、まだみんな来てないか。ヨンちゃんって近いよね。しかも駅徒歩1分。じゃあ今からそこでパーティーやろうよ。マダラメ改心記念パーティー。おお、いいな。こいつの歓迎会も兼ねとくか。決定。世話をかける。家主の許可取って。ああ、俺布団派だから。ご主人の説得はよろしく。あ、いい匂い。なんか古臭えな。嫌いじゃねえけど。人はそれをレトロという。ん？友達か。お邪魔します。女の子まで。いつもお世話になってます。世話かけられてますの間違いだろ。むしろ助けられてますよ。座りな。おごるよ。お前は手伝え。あ、おいしい。ああ、酸味が深いな。そっか、思い出した。ルブランって確か前雑誌に。昔の話さ。マジか。どれ一口。絶対嫌だ。なんか割とええ年やのにコーヒー飲めんって言ってる人最近増えてきたような気する。逃げ。罰ゲームだろ。ま、なんでだろ。俺もガキの頃はコーヒーなんて飲んでなかったしな。いや、小学生とかがコーヒー飲めんのわかるし、中学生とかが砂糖いっぱい入れるのもまだわかるけど、大人になってコーヒー飲めんって。大人で砂糖とかミルクとか入れるの全然構わんと思うけど。部屋行け部屋。飲めん人がおるのが不思議でならん。ただの物置だけどな。なんかまだ逃げ。ごちそうさまでした。この階段だな。あ、コーラごちそうさんす。あ、名前高牧です。高牧アン。アンちゃんか。可愛い名前だな。彼氏いんの？いないっすよ。おい、早く来いって。なんかここすげえぞ。行っといで。リュウジもほんまに。あ、はい、コーヒーごちそうさまでした。普通の友達としては全然いいやつだよな。ただし秘密に向かねえ。もうこのバッグ置きっぱじゃん。かわいいね。いい子じゃない。モナバッグどう
思うよこの部屋。ツッコミどこしかねえわ。高校生には最高だろ。まああとお風呂があれば。普通じゃないか。マジかよ。あ、な、やばくね？まああと年寄り的には畳が欲しいけど。思ったより片付いてる。はあ？まあ適当に座れや。俺たちの話で持ちきりだな。信じていた連中までテレビの発言の影響を受けてしまっている。明智って野郎のせいだ。聞かれるぞ、声を落とせ。本当にな、何回目だこれ。これじゃあみんなに勇気与えるどころか不安を与えちゃってるよ。我が輩たちの正当性を世間に知らしめておかないとな。そろそろ次の大物に行った方がいい。というか、もともとその話がしたかったんだろ。あ、まずは候補を探ろう。つっても大物ってなるとなかなか見つかんねえんだよな。誰か心当たりあるやついね。なし。右に同じ。そりゃ確かに大物ばっかだろうけどよ。ニュースに出ている容疑者はすでに警察が追いかけている顔ぶれだ。自供をさせても警察の手柄になるだけだろう。あまりうまくないな。くっそ、これじゃ明智の野郎に言われっぱなしじゃねえか。なんだ。すまん、昨日から何も食べてなくてな。手土産食べろい。なのに全財産で菓子折り買ったの？いくらだったんだよ全財産。じゃあとりあえず大物が見つかるまではおとなしく待つしかないってことで、歓迎パーティー始めちゃう？妙にテンション高えな。実は見つけちゃった。あれ、カセットコンロじゃん。鍋とかできないかな。我が輩賛成。同じ鍋の飯的な。肉が入ってりゃ何でもいいぜ。高校生のお金で、しかも実質3人で。締めはおじやで頼む。三つ葉多めでな。所持金ゼロは口挟むんじゃねえ。ダメかな。やった、じゃあ鍋で決定。んじゃ買い出し行くべ。まず銀杏とワンタンの皮だな。買い出し私たちで行くから、おじさんからお鍋借りといてくれる？後で割り勘ね。にぎやかな歓迎会になりそうだな。鍋を借りてコンロも出しておこうぜ。野菜がわりかし高いんだよな。飯屋大勢で囲んだ方がうまいからな。あんちゃんだっけ、あの子いい子だな。女の子にだけ。友達帰る場所がないんだってな。泊めてやってくれって頼まれたんだよ。いい子だな。確かに居候から頼むんじゃかわいそうだからって言って。優しい子じゃねえか。鍋ならどっかにあるはずだ。探して持ってけ。見つけたが、買い出し組も戻ってくる頃だな。あとは勝手にやってくれ。一応しばらく下にはいるが、火の扱いには気をつけろよ。さて続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして本日も彼に来てもらってます。全然メディア嫌いじゃねえじゃねえか。現役高校生探偵明智五郎くんです。味薄いね。
でもよかった。いろいろあったけど成績は落ちてないみたいで。学校は大丈夫だよ。お姉ちゃんこそ疲れてるんじゃない？塩分足りてないんだよ。そう見える？でももし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも。まだらめ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝って、第一人の心を操ることは犯罪なの？法整備できてないだろ。方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても？何急に。別に。正義の味方がいるとでも？まさか。余計なことは考えなくていいの。言いたいことわかるよね。それは握手だぜ。勉強していい大学に行く。女でのし上がっていくのは大変なの。なのに上に立たなきゃできないことばかり。それは確かにそうだろうな。今でもそうだろうな。そのためならどんな手だって使うわ。あなたも将来のために今やるべきことだけに目を向けなさい。ごめんなさい。こんな時に。男でも上に行くの大変だもんな。はい、うん、大丈夫よ。ああ、その件ね。何をすべき。正義。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。私だ、もう食えねえ。もう本当に年代的に飯ん時に炭酸飲みたくねえんだよな。美味だったぜ。飯はお茶か水でお願いします。ごめん、ソファ借りる。なんだ、ユウスケ。締めをやってないぞ。うどんやおじやば。いや、今度にしとけ。カレーライスがあるからご飯自体はあるだろうな。疲れねえ方がおかしいだろう。寝かしといてやろうぜ。時にリュウジ、なんか疲れるようなことしたんか。どういう関係だ。あ、別に同じ中学っつうだけだよ。昔のアンドノはどんなだったんだ。そんな変わんねえよ。高校からはクラス別になって話さなくなっちまったけど、友達は少なかったな。帰国子女で見た目もこれだからな。派手なやつは勝手に嫌うし。いや、普通それはないよな。地味なやつが近づかないはあるだろうけど、派手なやつは取り込もうとしてくるよな。そうだったのか。で、お前たちはどうだったんだ。俺ら、まあ、取り込むの失敗していじめに走ったりもするけど。互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。あと好きな子が好きになったりな。これが一番多そうだけど。自分は失うもんがねえってか。いいぜ、話すよ。ゴートにしとこうか。小さい頃親父が消えちまってさ、ずっとお袋と二人で暮らしてんだ。本当は陸上で特待生とかになってお袋に楽させたかったんだ。結局ダメにしちまったんだけどよ。すっげえ親不孝もんだろ。高一ん時鴨志田に手あげちまって、それでお袋学校に呼び出されてよ。教師連中から言いたい放題言われてさ。その時お袋じっと我慢してた。あの時のお袋の顔今でも忘れらんねえ。もっぺになってもいいよな。帰りに謝られたんだ。片親でごめんってよ。そんなことがあったのか。学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗事ばかりじゃない。
気持ちは俺にはわかる。まあ寝てるっつったらこいつこそ大概だけどさ。例の話か。やっぱり教師に対していい思いがないから。そういえば詳しく聞いたことなかったな。もし自分の子供が呼び出されたりしたら、このガキ訴えてやる。ガンガンに詰めていくけど、やっぱりそれってもっぺ扱いされるんだろうな。あのお金のこと告発しますよ。いいんですか？そんなのお前が勝手にやったって言えばすぐ話だ。嘘だって私は指示の通りに。俺を誰だと思ってるんだ？そんな。おいお前。いやこの女性も弱いよな。ガキがいきなり俺に乱暴してきたってな。ちょっとでも余計なこと喋ったら分かってんだろうな。そんな。黙れ。貴様は終わりだ。俺に逆らったらどうなるか、お前らに思い知らせてやる。すみません、通報があったんですが、何かありました？あなたはどういう状況だった？警察の方に説明してやってくれ。あ、まあ男が100悪いとして、この女ももう突然殴りかかってきて。情緒酌量はあるけど、それでも70、80悪いよな。突き飛ばしました。それでこの人が、この女はこのせいで多分だそうです。この後やられてるだろうしな。しょうもない女だぜ。俺の名前は一切出ないよう処理してくれたまえ。どういう意味か。やっぱりモンスターってやっぱり本当に。ああ、おい、確保しろ。一人でなれんくって。わかりました。周りのやつのダメさが手伝ってなるような。聞いてるだけで腹立ってきやがるぜ。くそ、たったそんだけで障害かよ。女の方もひどいな。だんまりを決め込んだわけだろ。だんまりというか嘘の証言してるからな。そういうやつの心こそ盗むべきだ。どこのどいつだその男。怖くて何も言えんぐらいならまだ悪さ20、30だけど、嘘の証言しちゃダメだよな。思い出せないか。まあ夜道だった上に逮捕なんてショックが重なったんじゃな。肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ。被害者の個人情報は保護される。特定は難しいだろうな。それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を特定して仕返しできてもこいつの前歴は消えやしない。ありえねえ。世の中間違ってるぜ。弱ってるやつ助けねえで身勝手な大人を勝ち逃げさせてよ。偉い奴らが決めることなんて。警察はこの際ちょっと被害者側だよな。俺たちなら正せるんじゃないか。冤罪逮捕させられたっていう。俺たちが正しい正義を見せつけて世間の目を覚まさせてやればいい。ああそうだぜユウスケ。そのために授かった力だろ絶対。いいんじゃないか。仕事は派手に決める方がかっこいいしな。お前らに教えられたことだ。何熱くなってんの？あっと、悪い、起こした？ううん、別に途中から起きてたし。けどなんか不思議、聞きながら思ったよ。みんなのこと昔から知ってる気がする。これって似た者同士だからかな。まあろくなもんじゃねえけど。似た者同士か。我が輩だけ違うな。お？我が輩には振り返れるほどの記憶はないからな。何言ってんだ。お前以上のはみ出し者なんて世界中探したってそういるかよ。てかその記憶を取り戻すためにメメントス行くんだろ。きっと俺たちみたいにろくでもない過去だろうがな。ちげえね、絶対そうに決まってんな。モルガナもなんだか昔から知ってる気がする。すごくずっと昔から。なんか不思議でうまく言えないけど。
怪盗団を助けてんのは我が輩自身のためだ。勘違いすんなよ。お前らに強くなってもらわないとメメントス探索どころじゃねえからな。いじけたり選ぶったり忙しいやつ。ねえやろうよ。本当に私行けるとこまで行きたい。ダメな大人を懲らしめて困ってる人たちを勇気づけたい。私たちにしかできないこと。足りめえだ。怪盗団を続けていれば俺も成長できる。絵描きとしても人としても。我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この怪盗団でできないことはない。ってことで改めてよろしくリーダー。もうこんな時間？今日はこの辺でお開きにすっか。あ、そうだ、ボンベに蓋かけてるのあんま良くないよな。まあ火消してるだろうけど。ありがたい。お前が説得したんだろ。さすが親父キラー。超嬉しくない。風呂に入らないと寝られないが。銭湯あるから行ってこいよ。我が輩は行けないけどな。へえ、いいかもな。アンはどうすんの？あんたたちだけでどうぞ。じゃあね、モルガナ、おやすみ。畜生、早く人間に戻んなきゃ。誰かに取られちまう前に。いや、取る人横におるけど。やっぱ広い風呂っていいぜ。ジジイがすでにやってる。あんも来ればよかったのにな。ちょっと暑い気がするが。じいさん、暑いの好きだからな。まあそのうちやめんだろ。そういえばさ、前から気になってたんだけど、お前ってアンのことどう思ってんの？女として。おお、言ったな。まああいつ性格のきつさがビジュアルで完全にカバーされてるからな。性格きついとは全然思わんやろ。伝えておく。アホな子なだけで。やめて、マジで。しかし早く次のターゲットを見つけ出さないとな。それなんだけどさ、大物を狙うってだけでいいのかな。ここんとこの世間の反応を見てるとちょっと考えちまうぜ。確かに目先を追うだけではただの空回りに終わるかもしれない。世間に訴える戦略が必要だな。お、どんなんだ？俺がそんな戦略立てられるとでも？聞いた俺がバカだったよ。俺は切り込み隊長役っつうか、モルガナはあっちの世界専門だし。それにしてもさあ、あっちんだよ。どんだけ入れりゃ気がするんだよ、ネットジジイ。目上の人にその言葉遣いはよくない。俺も無理。とりあえず特におじいちゃんに週末にでも集まろうぜ。また連絡すっからよ。へえ、夜は動けるんか。あ、ユウスケおるか。増やしてくれ。囚人戻りました。主の前だぞ。姿勢を正せ。カロリーのうるせえな。お前が手繰り寄せた絵にし実に興味深い。皆社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗うものというわけか。アンちゃんの理由ちょっと弱いよな。気づいているか、
お前の心も彼らに触発されているようだ。社会の異端者、言うなればピカレスク、その者たちとの絆をより深めるのだ。それがお前の個性への力となるだろう。楽しみにしている。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層の構成に励むがいい。お役くれ。あ、来た来た。よし、そろそろ時間だな。待て、サイさんの妹さんだよね。少し話せないかな。怪盗団のこと？明智くん？察しがいいね。鴨志田とまだらめの事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。明智に対して弱みがないから考えた方が強いな。多くのことに辻褄が合う。これお姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。え？予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げたやつがいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理だろ。自己評価が高いのね。怪盗は悪で、あなたが正義？勝手に人の心をいじってるやつと比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は。なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。煽ってきよる。そろそろ始まるな。じゃあね、サイさんによろしく。なんで私ばかり責められるの？こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても？待ってるよ。結局土曜日の川上呼べっかったな。マスターと彼は親戚なんですか？え？ああ、なんつうかただの知人だ。血は繋がってね。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに？理由か。似てるからかね、昔の自分に。それだけの理由で？世の中はそんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのは、お前さんとこの師匠、元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺そろそろ。なあ、本当にいいの？え、うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのか。周りの雰囲気と合っている。好奇の目にさらされるのも嫌でしょうから、何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか、じゃあ預かっといてやるよ。ごちそうさまでした。
は自由時間ありか。始まる？いや。まだか。あんちゃんは？わかる。まあけど竹道のとこ行くか。新宿どうする？が来るまでええやつ買えんのやっけ。どちらになさいますか？死神持ってる？持ってない。ちゃうちゃう元から聞き込みでなんとかなるんだったっけ。剣を執行するので辿るべき道は、あれこれか。法王節制は欲しいんだよな。やめるのか？見るのですか？あなたの奇跡です。これですか？
相応の代価は引き継いではお持ちなさい。もう終わりか。なんだ、せいぜいあがけよ。さっき話してたやつはまだなんか。いらっしゃいませ。全然話してないもんだ。いいよ。ついに来たら。ああ。なんで患者かどうかわかる。どういうこと？君の心が。次に繋がったか。ごめん。れるかな。
お大事に。正直薬なんて二の次なんだよな。おう、帰ったか。これまた2だな。よし、これでお金を要求できるようになったよと。これなあ、魅力上がるんか。20年間この対応ならそろそろ慣れるべきだよな。またよろしく頼むよ。それでもやろうって思ってるんだから。